皆さんこんにちは、秋之助です。カーロンチャンネルは2022年8月10日無事に2周年を迎えることができました。イエーイ。応援していただいた皆さんありがとうございます。1周年の時も秋之助ナビゲーションでまとめ動画を作ったんですけども、うちのチャンネルはやっぱりバイクの入れ替わりが激しいんで、今回も総集編にすることにしました。チャンネル開設当初から応援いただいている皆さんはもちろん、最近このチャンネルを知ったよという方は特におすすめの動画になっていますので、どうぞ最後までご覧ください。カーロンチャンネル登録者数は4500人を超えたところです。2022年は5000人突破目指して頑張っておりますので、動画は見てるけどまだ登録してないよっていう方はポチッと応援よろしくお願いいたします。では2周年の総集編に行く前に簡単にチャンネルの説明をしておきますね。カーロンチャンネルは夫婦ライダーの元ブログです。もともと乗り物好きで、2020年2月にリターンライダーとなった旦那のグッチ、そして同じ年強制的にバイクに乗らされることになった初心者の嫁秋之助、2020年から2021年7月にかけて出入りしたバイクはこちらです。あ、車もありますね。ではここからさらにカーロンチャンネルがどのように変化したのか、公開動画とともに2年目のカーロンチャンネルを振り返ってみましょう。2年目のカーロンチャンネルで最初に動きがあったのはレクサス NX です。その時乗っていた NX は購入してからまだ1年半ほどだったんですけども、買い替えることにしました。短いスパンでの乗り換えなので、できるだけオプションを減らしたかったんですけども、秋之助の計画は失敗に終わってしまいました。完全敗北です。やっちまいましたよ。ただ単に。本当にただ単にやっちゃいました。秋から年末にかけてはバイク4台でカスタムをしたり、イベントに参加したり、ツーリングに行ったり、まんべんなく楽しんでましたね。そして年末には2021年の締めくくり動画を出したんですけども、ちょっと意味深なことを言っていました。意味深なこと言う。はい、そうです。我が家ではこの時すでに人選を乗り換える話が出ていたんです。11月末にミラノのエイクマ、ここで新型 H2SX が発表されたからですね。年が明けて2022年、今年の抱負の話をしました。なかなかツーリングに行かない秋之助は、ライダーズカフェに24件行ってステッカーを貼ってもらおうという目標。キャンツーするからと用品を揃えたのに全然行かないグッチは、お泊まりキャンツーに行こうという目標、それぞれを決めました。なんか難易度に差があるような気がしますけど、気にしないようにしましょう。はい、ではここからはいろいろな話が交差していくので、タイムラインに沿ってではなく内容別に振り返ってみましょう。まずは年始の目標に向かってのお話です。秋之助のライダーズカフェ巡りの1個目のミッションは、リスナーさんにリスナーさんのカフェへ連れて行ってもらうことで達成できました。ありがとうございます。そして3月に2軒目に行ったのですが、そこからどうなってるんでしょう。動画の公開はまだできていないんですけども、少しずつ進んでいますので、引き続き応援よろしくお願いします。グッチのお泊まりキャンツーがどうなっているのかというと、キャンプ仲間は増えていってるんですけども、まだデイキャンプしかできていません。嫁の承認はやめとこう。6月には小橋師匠がハンター株を納車しまして、7月には愛ちゃんが免許を取ってハンター株納車、8月にはその旦那さんのたけちゃんも芸人納車予定です。どんどん増えている芸人メンバーでお泊まりキャンツーを企画していますので、こちらもどうぞ楽しみにしていてください。続いては任選から H2SX への乗り換えのお話です。3月13日 KCBM 大阪の日、そそくさと帰って川崎プラザに向かいました。
赤く塗装して長く乗ろうとしていた忍者戦 SX ですが、スーパーエンジンによる新型 SX がすごすぎて乗り換えることにしました。快適性を追求した。そして四国忍戦ミーティングを忍戦のラストランに選びました。みんなには忍戦をもう売ったという話にしていたのでサプライズ参加となりました。ツイッターで最初に仲良くなった忍戦仲間のシンさん、赤忍戦を最初に見たのもシンさん、最後にお別れできてよかったです。そして4月23日、おそらく新型 H2SXSE の日本最速納車となりました。最新機能もりもりで速くて快適なフラッグシップバイクにグッチは大満足です。5月にはタンデムで SSTR に初参加。事件は起きたものの H2SX は無傷でした。 SSTR から戻ってすぐ大規模カスタムのために入院したんですが、あの子はまだ戻ってきていません。グッチさんはちょくちょくカスタムの様子を見に行ってるんですけど、秋之助には全然見せてくれません。完成したら初めてその姿を見ることになります。皆さんも楽しみにしていてください。そして去年の8月に先行予約した新型レクサス NX が10ヶ月待ちで納車されました。納車日の5月29日はその前の月にお別れした忍戦の納車日でもありました。何かの縁を感じますね。レクサス NX はものすごく売れたのに車両が全然入ってこなくてディーラーさんも困っていました。納車待ちの皆さんのためにもいろんな動画をアップできたらと思います。そんなこんなで納車が続いている中、事件が起こりました。 ZX25R が事故に遭ってしまったんです。修理代がえらいことになり、フレームの損傷も考えられたので残念ながら廃車にすることにしました。ということで新しいバイクを買うことになりました。切り替え早いな。秋之助が驚いた。保険金で購入した乗り換え車両はモンキー125です。モンキー125、これは皆さん予想外だったんではないですか。まあグッチと秋之助も予想外です。意外といつもの大和さんにたまたま会ったから買っちゃったんでしょうね。なんでそしてこのモンキーの納車2日前ある連絡が入りました。はい、またやってきます。また冬には BMW の M1000RR50 周年モデル当選したよ。これも予想外でした。でも当たったからには買うっきゃない。今のところ11月納車の予定になっていますが、うちには駐車場問題があるので納車までに人波乱がありそうです。 M1000RR が入ってくるということは誰かが出ていくことになりまして、2年目もいろいろありましたね。2022年は納車が多すぎて一体どうなっているのかこんがらがっていた方も多かったのではないでしょうか。この動画でカーノンチャンネルの今がなんとなくお分かりいただけると幸いです。というわけでカーロンチャンネルでは1年目に購入して唯一残った忍者戦 SX ですら2年目には姿を消してしまいました。そして4台しかないバイク駐車場をめぐる争い、秋之助メインバイクレブル1100、カーロンチャンネルの稼ぎ頭ハンターカブ、新入りの愛されキャラモンキー125、 M1000並みのカスタムをしている最中の H2SXSE、3年目を生き残れるのは誰なのか。今後もカーロンチャンネルから目が離せません。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。これからもグッチと秋之助をよろしくお願いいたします。それではさようなら。